空間ベクトル、空間ベクトル、空間ベクトル、運搬車、運ぶものよりは大きさと向きを持った量である。ベクタ、ベクターとも言う。漢字では有効量と表記される。ベクトルで表される量をベクトル量と呼ぶ。例えば、速度や加速度、力はベクトルである。平面上や空間内の矢印、有効線分として、 幾何学的にイメージされる。ベクトルという用語はハミルトンによって、スカラーなどの用語と共に導入された。スカラーは、ベクトルとは対比の意味を持つ。この記事では、ユークリット空間内の幾何ベクトル、特に三次元のものについて扱い、部分的に一般化、抽象化された場合について研究する。本項目で特に断りなく、空間と呼ぶときは、 三次元ミユークリッド空間のことを指す。空間内に二つの点 S と T を通り、S から T へ向かう線分を有効線分と呼ぶ。S を支点、支点、イニシャルポイント、ソース、尻尾、T を終点、終点、ターミナルポイント、ターゲット、頭と呼び、向きの区別のために終点 T の側の端に山を書いて、線分を矢印にする。ある点 S に、 向きと大きさを持った両部位が作用しているとき、部位の作用と同じ向きで、長さが部位の作用の大きさに比例するように、有効線分フォーミュラ1をとって、部位をと表現する。別の点、S2、同じように、部位の作用の向き、大きさに合わせて、有効線分フォーミュラ3を作るとこれらは互いに、平行フォーミュラ4になるが、これも元の両部位を表すものとしてと記し、 同じものとみなすというのが、向きと大きさを持った量というベクトルの概念の幾何学的な表現、幾何学的ベクトルである。あるベクトル A と同じ方向で、大きさの比率、スカラーがキロであるようなベクトルをかと表す。また、A と同じ大きさで逆の向きを持つベクトルは A と表す。同様に、A と逆の向きを持ち大きさの比率がキロであるようなベクトルはかと記す。 これを、ベクトル A のスカラーキロバイあるいは単に、スカラーバイ、スカラー情報と呼ぶ。二つのベクトル A、B の和 AB を、それらの視点を合わせた時にできる、平行斜変形の、視点を共有する対角線に対応するベクトルと、定める、三つ以上のベクトルの和も、二つの和を取る、演算から機能的に定める。A、B がどんなものであっても A、 b イコール ba が成り立っていることに注意されたい。また逆に、あるベクトルを2つ以上の異なるベクトルの和に分解することができる。特に、x, y, z 空間の各軸の方向で、長さ1の有効線分に対応するベクトル、基本ベクトル、単位ベクトルを、x, y, z の各軸で、それぞれ i, j, k と置くと、 任意のベクトル V 和の形に表せる。ここで、ピタゴラスの定理を用いると、ベクトル V の大きさ V 和によって求まる。ベクトルの指点を、XYZ 座標形の原点に合わせると、任意のベクトルはその終点の座標によって、一意的に表すことができる。この時、空間内の点、Q に対して、Q イコール P となるベクトル V を点、Q の1ベクトルと呼ぶ。 いわゆる矢印ベクトルは物理学の教育では力学の初歩から導入されるためベクトルも古典力学と同時に発生したと思われるかもしれないが実はもっと後の19世紀になって現れたものである今でこそベクトルや行列などを使って物理学や機械の問題を解くといったことは常識であるがベクトルが誕生する以前の数学や物理学では陶器科学 解析機科学や四元数などを利用していた。今日我々が知っているベクトルの概念は、およそ200年もの時間をかけて徐々に形成されてきたものである。そこでは、何十人もの人々が重要な役割を果たしてきた。ベクトルの先祖は四元数であり、ハミルトンが1843年に複素数の一般化によって考案したものである。ハミルトンは、最初に二次元における、 複素数と複素平面のような関係を満たすような数を三次元空間にも見出そうとしたが失敗し、なぜか三つの数の組では二次元の場合の複素数と複素平面のように三次元空間を記述できないことが判明した。研究の結果、最終的に四次元の四元数へとたどり着くこととなった。三次元空間を記述するのに数が三組では、 記述が不可能でなぜか四組必要だったのである。二次元では二組の数である複素数を用いることによって複素平面を二次元ユークリット平面と同等、見なすとベクトルに似た概念が記述できるというのに、三次元空間を記述するのに四次元の数が必要だったのである。ハミルトンは百四十六年に四元数の複素数における実部と虚部に相当するものとして、 スカラーとベクトルという用語を導入した。コーシー、グラスマン、メビウスといったハミルトン以外の何人かの数学者たちは同時期にベクトルに似た概念を開発した。グラスマンの1840年の論文でイオリでアエビー・ウンとフラとは空間解析の最初の体系であって今日の体系と類似したものであり今日の外積、内積、 ベクトルの微分に相当する概念が含まれていた。グラスマンの業績は1870年代まで不当に無視され続けていた。は、ハミルトンの後に4元数の基礎を確立した。テイトの1867年のエレメンタリートリートス・オブ・クワターニオンズには今日の演算子に相当する概念が含まれていた。は、1878年にを出版した。ここでクリフォードは、 完備四元数積から今日の二つのベクトルの外積、内積に相当する概念を抽出した。このアプローチは四次元の実在に疑念を抱いている技術者などの人々にベクトル解析を通じて三次元空間の解析を行う手段を提供したと言える。アメリカの物理学者ギブスは四元数ベースで書かれていたマクスウェルの電磁気学の著書トリートス。 オンエレクトリシティマグネットザムを現代的なベクトル解析を用いたものに書き直した。電磁気学の数理はベクトルが登場するまでは4元数が用いられており、ニュートン力学が初等気科学ベースで後世の科学者らに現代風の解析学を用いる数理に書き換えられたのと同様、マックスウェルのオリジナルのものは4元数ベースであり今日教えられているベクトルベースの電磁気学も また、後世の科学者らによって書き換えられたものである。ギブスは、自身のイェール大学での講義をもとに、ベクトル解析の専門書、エレメンツ・オブ・ベクター・アナリシスの最初の分冊を1881年に出版したが、ここでは今日用いられている、ベクトル解析の基本概念をおおむね確立されていると言える。この講義録は、英国のヘビサイドにも送られ評価された。 教え子のが1901年に出版したベクターアナリシスはギブスの講義をもとに書かれており四元数の名残を完全に抹消し今日のベクトル解析の基礎を確立した最初の著作であると言える。これ以降理工学ではベクトルの概念が盛んに用いられるようになり四元数は一旦捨たれたものの20世紀後半以降コンピュータの 発達により三次元空間のプログラミングに四元数が一部で再びいられている。さらに20世紀に入ると線形代数学の発達によりベクトルの概念も抽象化し、向きを持った直線の矢印で表せる具体的な基何ベクトルのみならず、線形空間と関連した抽象的存在としても認識されるようになっていく。20世紀後半になると線形代数は 教育にも取り入れられるようになり、昔ながらの初等幾何学や解析幾何学よりも、ベクトルや線形代数を用いて、幾何学や物理学の問題が教育されるようになった。日本の大学でも戦後から1970年代ぐらいまでの間に、理系の学生の必修科目としての、解析幾何学や、代数、幾何学、行列と行列式、線形代数といった科目にとって変わられいった。 現代ではこれらは歴史はほとんど教えられずに適度に主者選択しつつ複合的に教育されているが歴史的には概ね初等幾何学、解析幾何学、ベクトル解析、線形代数の順番に発達してきたものである。これに伴って解析学や物理数学の教育も変遷し二十世紀前半以前のものは解析幾何学などの幾何色が強いが二十世紀後半のものは ベクトルや線形台数を取り入れた抽象的なものが主流となっていった。5. おさむき